おばあちゃんみたいな、こうやってたなんで睨むの。みなとです。ルイです。ルイです。私たちディープインクです。本日の企画は、はい、私たちはアイドルじゃないですか。アイドルって何が大事ですか。まあ、アイドルって笑顔が大事じゃないですか。やっぱり可愛さみたいなやつ。はい、なるほどね。なので本日の企画、笑顔対決。よー、笑顔得意だよーって人。はい。ほう、その心は IQ が高いから。ワードがよろしいよね。私は笑顔苦手だろう。表情筋ないから。ってことはもうあいつ一人勝ちになるんですよ。ありがとうございました。以上です。終わります。結果やってみなきゃわからない。やってみなきゃわからないからやってみましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。じゃ あ、 一番得意な人一番最後に戻そう。いや、カメラにせーのでしてもらってから振り返っていった形で、こっちに。意気込みは？頑張ります。じゃあ早速篠宮クレアさんの挑戦です。いきます。3、2、1。じゃあ、はい、後ろ向いておいて。はい、ありがとうございます。はいはい、まあ、初手だから。じゃあ、まあ、次私かな。順番的に弁明としましては、左手は表情筋がありません。こちらだけご確認ください。終わってんだ。アイドル向いてないかもしんない。やめろ。いきますよ。じゃあ白焼の笑顔で3、2、1。一緒だよ、これ。一緒だ、全然一緒だ。でもまあ何個かやったけど。後ろ向いていい？どうぞ。おばあちゃんみたいな。なんかさ、こうやった時の顔。なんで？だから見えないか。ストッキングかぶされてる。医療系のお笑いテレビ。あ、そうそう。じゃあ、トントンいきましょう。次、じゃあ、るいちゃんの笑顔まで3、2、1。じゃあ、きつっちゃう。ずるくない今。今ね、こっち見た瞬間にね、あ、無理かも。うちよりふうさんの方が笑ってた。じゃあ次、最後いきますよ。はい、3、2、1。じゃあ、はい、見てみる。なんだよ。普通に全く変わんない。はい、ということで、クレアがいいと思った人。はい、私がいいと思った人。ルイちゃんがいいと思った人。なんで睨むの。なんで睨むの。見かけがいいと思った人。自分でやる。見かけにあげようと思ったんですよ。ルイちゃんの照れたのめっちゃ可愛かった。あー、愛のって笑顔も大事だけど、可愛かったのよ。可愛い、あんたも可愛いんだけど、あの素の感じが、ね、作ってない素の感じ。作ってねえよ。なんなん、作ってるし、作ってこうと思うの。ということで、まあ、ディープキックの中の勝者としては、みかけさん、笑顔チャンピオンです。知ってた。ということで、本日の企画、笑顔対決の勝者はみかけブー。ということで、皆さんもぜひコメント欄にて、誰の笑顔が一番良かったか、投票というか、やってください。書いてください。よろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。以上、私たちディープギークでした。2個、2番、笑顔を学んでいきたい笑顔チャレンジ。